横浜の夜景でございます。ちょっと曇りですが、結構綺麗ですね。はい、これが私の地元の横浜です。神秘的な感じになってますね。インターコンチネンタルホテルのこのライトアップがこういい感じですね。でなんか曇りが逆にいい演出になってますね。なんか新しくできたアパホテルのなんかいい感じですね。アパホテルの奥のあれなんだ、横浜市庁舎かな、新しくできた。はい、ということで横浜です。でこっち行くと、ベイブリッジがあります。横浜ベイブリッジです。はい、まあ、こんな感じですね。ということで以上、後藤輝樹でした。お前ら愛してるぜ。